分かりみ基礎統計学確率変数その3、2つの確率変数 xy の和の期待値 e of x 足す y イコール e of x 足す e of y の公式の証明です。本日のコンテンツです。コンテンツ1、分かりみ基礎統計学確率変数シリーズのその1とその2から、今回のテーマに関連するところを復習しましょう。確率変数シリーズその1、期待値と分散。確率変数の期待値は、確率変数が取る値とその値を取る確率の積を全て足し合わせたもので、確率変数の平均値を表します。期待値は分布の特徴をつかむために用いられる情報の一つであり、英語の期待 expectation の頭文字の e を用いて表します。例えば、確率変数 large x の期待値は e of large x と表します。この表のような離散型確率変数の期待値は、確率変数 large x が取り得るそれぞれの実現値 small xi に対応する確率 small pi をかけ、かけた結果のすべてを足し合わせることで算出できます。離散的な確率変数の期待値の定義式です。確率変数シリーズその2、一つの確率変数 x の公式の動画の中では、期待値の線形性を証明しました。コンテンツ2、同時確率分布と周辺確率関数。2つの確率変数 large x と large y の取り得る実現値 small xi と small yi と、その確率 small pij の対応関係を large x と large y の同時確率分布と言います。またこの式を同時確率関数と言います。同時確率関数を用いれば、同時確率分布は次の同時確率分布表のように表せます。 large x の実現値 x1 x2 xi、 large y の実現値 y1 y2 yj、 xi と yi の同時確率は pij。ある一つの確率変数の実現値を抜き出して、それ以外は無視して、その確率の総和を求めた式を周辺確率関数と言います。例えば、この表で、large x が xi を取るときの周辺確率関数 pi は上の式になります。また、large y が yi を取るときの周辺確率 qi は下の式になります。これらの式をそれぞれ large x、large y の周辺確率関数と言い、その分布を周辺分布と言います。コンテンツ3、二変数の和の期待値の公式を証明します。同時確率関数を large p イコール small pij と置きます。期待値の定義からこのような式になります。和の記号シグマの線形性からこのような式になります。二つのシグマの分解からこのような式になります。周辺確率関数 pi、qi からこのような式になります。期待値の定義からこのような式になります。二変数 xy の和の期待値の公式e of x 足す y イコール e of x 足す e of y が証明できました。このように、確率変数の和の期待値は、それぞれの確率変数の期待値の和に等しくなります。この性質は2つの確率変数が独立でなくても成り立ちます。また、確率変数が3つ以上の場合でも一般に成り立ちます。コンテンツ4、2つの確率変数の和の期待値の公式の応用です。分かりみサイエンス、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。